大パリメイク記念。ということで今回はルカリオを使っていこうと思います。ルカリオは第4世代、つまり大パ出身のポケモンです。いいじゃねえか、投稿日以外は。どうしたんだ霊夢、浮かない顔なんかして。いや、ルカリオといえば波動の勇者ルカリオって映画あるじゃん。波動の勇者ルカリオ、波動の勇者ってことで勇者使おうかどうか迷ったんだよね。めっちゃくだらなくて草。なんならハイラルの勇者ってことでリンクでも迷ったんだよね。逆張り大好き人間じゃないですか。いや、私たちまんじゅうなんだけどね。今そこどうでもいいんですよ。ってことで今回はルカリオ会、ヨウムルカリオについて解説よろしく。それぐらい自分でやってくださいよ。でもこれやらないとヨウムの喋る時間少なくなっちゃうんだよね。わかりました、やりますよ。やればいいんですよね。ではルカリオはスマブラでは波動という特殊仕様があるキャラとなっています。波動とは自分がダメージを受けたりすると補正が乗り、ダメージや吹っ飛ばしがアップし、一部の技に変化があります。例えば横 B の発形は波動補正が乗るほど波動の伸びる距離がアップします。なので撃墜されないような工夫をしてあげると輝くキャラだと思います。完璧な解説ありがとう。もうヨウムの出番なしね。そんな、ここはクッパの届かない上から復帰。よし、こっからは波動補正マシマシの波動弾で陰キャ戦法だ。さ、やべ、避けられた。 DA でカバー。よっしゃ、もっかい陰キャするぞ。こんな勇者は嫌だ。入力ミスった。また DA でカバー。読まれてましたね。それにしてもなんで今さらリメイク記念やるんだ。やるならもっと早い方が良かったじゃねえか。そんなの理由は一つでしょ。編集サボっててすいませんでした。さ、そんなことだろうと思いましたよ。本当は発売前に出そうと思ってて間に合いませんでした。編集頑張ろうな。はい、お次のお相手さんはスネークですね。爆弾ポイポイしながら DA してるイメージしかないんだが、どうやらこの人もそうっぽいね。というかめっちゃ逃げられるんだけど、まともにやる気はありそうにねえな。頑張って捕まえるか。あれからずっと鬼ごっこが続いてます。地味にやられそうになってんじゃねえかよ。でもその分波動補正が乗ってこっちの攻撃が強化されてますよ。これは波動使いこなしてますよアピールするチャンスなのでは。どうにかして波動弾を貯める時間が欲しい。できれば相手が崖外に出てる時がいいな。スネークの復帰はそんなに早くないんで、一度外に出せば時間は作れます。今だ、上がってくる前に溜め切られ。お次のお相手さんはアイクですね。剣による長いリーチを押し付けてくるからしっかりガード使っていこう。ルカリオなんかだとあと隙を枯れるくらいのスピードはあるから、そこを狙ってみてもいいかもな。お、いつもより真面目じゃんマリサ。なんか変なもんでも食べた？いつも真面目じゃボケ。溜めてるのを見てからしっかり上復帰。上 B はしっかりガードしてればここで掴みが通る。しっかりあと隙枯れてるな。うまく立ち回れてますね。ここはとりあえず崖外に出す。それは届かんだろ。やべミスった。あ、せっかくのチャンスが。いや、まだいける。ここどうよ、なかなかうまく立ち回れてたんじゃない。いてリード、超消し。でもあと隙の借り方とか分かってきたし、どうにかなるでしょ。あぶね。やーい、自滅してやんの。このパーセントならもう少し粘れそうだし、ダメージ稼ぐか。相手をやったらやられなきゃいけない縛りでもやってるんですか。やってねえよ。これでまた並んだわけだけど。でも大丈夫、ここまでで相手の動きは大体わかったからいけるはず。そこは言い切って欲しかったです。しっかりガード、あと隙を食う N で狩る。追い打ちの DA、 それはガード危ないから一回避難。投げれんかった。でもまだ届く。もう一丁。結構有利になってますよ。それは波動弾で止める。さすがに間に合わないか。でも結構ダメージ稼げたんじゃないか。だんだんとこっちもダメージが加算できて、波動補正がしっかり乗る頃ですし、いけそうですね。そうだね。とこれはしっかりガード。この技、あと隙大きいのに目の前に降りてくるからすごい狩りやすいんだよね。お相手さん、どんどん振ってくれ。世の中そんなに甘くないですよ。お相手さんは甘いかもしれないだろ。そういう意味で言ったんじゃないんですよ。ここは相手が動くのを確認してから。よし、これなら安全に。あ、死んだな。死にましたね。生きてる。危ねえ。カスあたりじゃなきゃ死んでたわ。もう下手な攻撃食らえませんね。スマッシュなんて食らったら一発アウトだな。ただそれくらいパーセントが溜まってるってことは、波動補正もそれくらいかかってるってこと。見せてやるぜ、ルカリオの本気。
これはまた波動弾で牽制。どうにかして波動の乗った攻撃で倒したい。このパーセントだったら波動弾でもいけそうですし、頑張って最大まで貯めます。でもそれなら八景の方がいいんじゃねえか。見た目重視で。とりあえずどっちでもいいから早く攻撃当てないとやられそうなんだけど、ここはさっきの反省を生かして上から。この攻撃はチャンスだ。掴めないか。じゃあもうあれ？波動の良さ、見せられましたか？みんなもブリリアントダイヤモンド、シャイニングパール買おう。おい、勝手に関係ない話にすんな。この動画の本題だぞ。そうだったわ。